高談本80、808き松山紀代人参行部、または、おしさ壁きは、伊予国松山に伝わる化け狸。正城寺のたぬき林、文福茶釜と並んで、日本三大たぬき話の一つに数えられる、松山騒動808き物語に登場する。水木茂ロードに設置されている、人参行部たぬきのブロンズ像、松山騒動808き物語とは、 教法の大飢饉に際して起こったお家騒動が1805年に実録物語、伊予慰と題して書き下ろされ、さらに、江戸末期、公爵氏の田辺南流により狸や妖怪の要素を加えた海岸話に仕立て上げられ、これが講談として広まったものである。そのために、講談史の切り口次第で複数のバリエーションがあるが、話の大筋は以下の通りである。四国は、 狸の民は伝説が多いが、特に松山の狸は、天智天皇の時代に橋を発するほどの歴史を持ち、狸が狸を生んだ結果、その数は808匹にもなった。その総帥が陰神行部である。陰神行部は熊山の古い岩屋に住み、松山城を守護し続けていたという化け狸であり、808匹の剣族の数から808狸とも呼ばれる。 四国最高の人通力を持っていたとも言う。名称の行部とは、松山城の城主の先祖から授かった称号であり、城の家臣たちから信仰され、土地の人々とも深い縁を持っていた。松平沖上の時代に、お家騒動が起こると、陰人行部は、無本側に利用され、古文の狸たちに命じて、関与を起こして、無本側に助力した。しかし階段、稲尾木記録で知られる。 藩士、稲尾武史太夫が、宇佐八幡大菩から授かった心情で、隠人行部を懲らしめた末、隠人行部は808の、剣族諸と木馬山に封じ込められた。その洞窟は、山口霊人として、今でも松山しくたに中組に残されている。前述のように、松山騒動808たぬき物語にはいくつかの、バリエーションがあり、城を守る。 立場のはずの陰人業部が、お家騒動に助力していた、理由、陰人業部が、稲尾武太夫に倒された経緯にも、以下のように小説がある。また、陰人業部が、稲尾武太夫に倒されたという話とは、正反対で、陰人業部はもともと正義側に立っていたが、無本側に歯が立たなかったために、武太夫に助力を交うたという話もある。この他にもいくつかのバリエーションがあり、 舞台優が登場しない話もある。ありがとうございます。